歌い手 YouTuber が国家転覆罪と殺人容疑で逮捕。物議を醸す X 投稿の真相。24日、歌い手グループドルレク、登録者数10万人が X でメンバーの逮捕を報告しました。これはアニメの最終話と連動した内容で、メンバーが国家転覆罪と殺人の容疑で指名手配されたというものでした。ファンからは最終話悲しい続きが気になるといった声が寄せられましたが、一部のユーザーはネタでもやりすぎと批判。コミュニティノートで国家転覆罪や新宿警察署が存在しないことが指摘され、物議を醸しています。みんなの反応。マジでこんなネタで逮捕とかありえないんだけど、信じられない。ドルレクのストーリー展開、めっちゃドラマチックで引き込まれる。次が楽しみ。やりすぎやろ。こんなんでファン減るだけやんけ。ドルレクのストーリー展開、めっちゃドキドキする。次が楽しみすぎる。警察が存在しない場所で逮捕とか、ちょっと無理があるよね。またやらかしたか。こんなネタで釣るとか、さすがに寒すぎるわ。マジでネタにしてもやりすぎだろ。ファンも困惑するわ。こんな嘘ネタで釣るのはさすがにやりすぎだよね。全然面白くない。これ完全にやりすぎだろ。ネタにしても笑えないし、逆効果だよ。こんな嘘の話でみんなを騙すなんてひどいと思います。これはさすがにやりすぎ。ネタとしても全然面白くないし、誤解を招くだけ。こんなネタはやりすぎだよ。もっと楽しい話をしてほしいな。ドルレクのストーリーがすごく面白い。次の展開が楽しみです。アニメのストーリーがすごく面白そう。続きが楽しみです。マジでやばすぎ。こんな展開誰も予想できないって。これはひどい。こんなことしたら国がめちゃくちゃになっちゃうよ。ストーリーが深くて引き込まれる。次の展開が楽しみだね。マジでこんなネタやるとかセンスなさすぎ。炎上確定じゃん。新しい展開が超楽しみ。次の配信も絶対見逃せないね。ドルレクのメンバーが大変なことになったけど、次の展開が楽しみです。新しい展開にワクワクするわ。次の配信が楽しみやな。これやりすぎだろ。ネタにしても笑えないし、逆に引くわ。警察の人たちがしっかり調べてくれるから安心だね。新しい展開が面白い。次の配信が楽しみだね。ドルレク頑張れ。メンバーの行動が話題になってるね。次の展開が楽しみだな。警察がそんなことするなんて信じられない。もっとちゃんと調べてほしい。これってマジ？ネタにしても全然面白くないし、引くわ。これ、完全にやりすぎやろ。ネタにしても笑えんわ。これ、ネタとしても全然おもんないわ。やりすぎやろ。こんな嘘のニュースはやりすぎだと思います。もっと楽しい話題にしてほしいです。みんなの反応としては、ストーリー展開を楽しむ声が多い一方で、ネタがやりすぎだと批判する声もあります。当チャンネルの意見として、ドルレクの今回のストーリー展開は非常にドラマチックで引き込まれる要素が多い一方で、過激な内容が誤解を招く可能性が高いと感じます。ファンの期待を裏切らないよう、今後の展開に注意が必要です。